これいいぞいいぞ、これサイズいいぞ、サイズいいぞ、いいぞ、あ、これ絶対行く、あー、もらった、そのままそのまま来た、おった、あー、これさ無理だ、ちょっと恥ずかしい。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことマクワです。はい、本日はですね、今庄内浜沖で、これはタイ釣りですかね、タイ釣りをやっております。あー、やばい なんていう釣り船屋さんなの、これアールズっていう、アールズっていう釣り船屋さん、はい、そうです。はい、に乗ってやってきてます。はい、普段はタイとかこういうのも釣るし、あとはマグロ釣りですね。庄内浜沖でマグロ釣りができるそうなんですが、マグロだらけ、おい、俺何してんだよ。今回もマグロ釣りはしたいなと思いながら、やったら私が死んじゃうので。まず今回はタイ釣りにしております。はい、私も酔ってしまいそうなんですけど、まずは釣れるように頑張りたい。アールズさんはホームページあるんですかね。ないです。ない。はい、じゃあちょっとやりたいなってなったら、別に特に連絡先はない。インスタがあります。あ、インスタがあるそうです。じゃあ概要欄に貼っておきますね、インスタ。はい、とりあえずまず釣れるように頑張りたいと思います。もう全然竿の先も見れない。いや、大丈夫だよ。タイラバは今45度が40ぐらいになってね、メーターのところ今44で、もう一回落とす、それの繰り返し。もうひたすらやってるか、それでタイが釣れます。そこについたらすごい。いやいや、釣れるまでは失踪とかもしんないけど、釣れたら。でも確かにさ、いつ引っかかるかわかんないからさ、回してないっていうのが難しいよね。絵面が地味ですね。いや、あと気持ち悪くなってきてやろ。なんか波がある。復活したり、復活したり、なんかなんて。でも、さっきより揺れる。70ね、70。嘘だろ、さっきの取れたんでねえだろ、ちゃんとつけて。取れてないですもんね、もしかして。じゃあ、もっとつけてもらって。
いや、ま、マジでバッチリなタイミングであれだったじゃん。だけだよ。もうなんだよ。いるってよ。なんだよ。あの綺麗な。あっちもいる、あっちも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 、あ、この辺いっぱいいるね。この空間、奥から手前から、すごい。多分今マグロ釣り先来てるからね。あー、大きい感じ。良さそうだね。ちっちゃい感じしかしない。フグかな。やっぱ1投目強いの。それなんか退屈じゃない。本命っぽくね。うん、なんか刺さっていくような泳ぎ方で。これと同じやつだ。古代連古代。重さは2メントじゃん、軽い。はい、あげるあげる。と一緒じゃん。写真はこれじゃねえやろ。これじゃねえ。まず個性入れる、うん、こういうのを食べてるわけじゃないから。そりゃそういうのじゃないから。どこにも行かないでね。お願い、どこにも行かないでね。そのまま来て、お願いだからそのまま来てね。ゆっくりゆっくりでいいよ。ああ、来てね。やばい、ミラクルだ、マジで。最後の最後の。それがいるから、そのまま来てね。今日一？うん、今日一感は強い。すごい下にね、行くところ。まだできそうな人みたいな話して。右左じゃなく下に行くっていうか。そうそう、引っ張られる左右っていう。ああ、すいません。お願いだから来てね。はい、まだ30ですね。はい、お願いだから来てね。いいしなりしてる。ああ、重たい。ちょっと。これ一番最後にさ、左手にすごい来るんだけど、もう疲れてる、左手に。あと10。ああ、重い。バレんなよ。え、こっからでもある？全然どのタイミングでもあるよ。ちょっとお願いだから、そんな劇的なドラマはいらないんで。逆に、うわ、上がってきたよ。何？パワー上げて。軽い。これな、何やめ？これ、カサゴだ。カサゴ。でかくね。でかカサゴってちっちゃいよね。あー、触っちゃった。もっと見えるように。待って、やっぱこっちだ。なんか最後の最後まで乗れてねえ感、この魚で決まったような気する。あれだけタイ連れ出るっていう意味でなの。終了です。終了すね。はい、2人で。
ことでマグロもタイも釣れませんでしたが、とても楽しかったです。そんな顔で見んのだからクロソイ1、タイ2匹、カサゴ1匹、アイナメ1匹、みんな1種類ずつ。いてカサゴでしょ、カサゴ。海の魚は川かてんだいの。へえ。で、はい、次カサゴです。これも結構あやけろや、あざりいいけろや。うん、気持ちよかった。一番最後に撮ったの、一番最後。もうダメだって思った、一番最後に。タイかなって思ったらカサゴだった。